それでは皆様、感謝してまーす。それでは参ります。せーの、ひとりさんの愛と光と星を配信する、ミスアナエ。ありがとうございます。からの参ります。せーの、みんなでよー、せーの、だんだんよくなる未来は明るい。ありがとうございます。はい、ということで、ひとりさんの教えてくださいましたご神言言霊、だんだんよくなる未来は明るいを、こちらでは100回みんなで楽しく言っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。達成されてる方もいらっしゃいますが、言える方は1日1000回、だんだん良くなる未来は明るいの、21日間、合計で言っていただきますと、言霊師範、斉藤ひとり塾言霊師範様に、認定されまーす。そして、こちらね、はい、こちら、言霊師範の修了書がプレゼントされまーす。ありがとうございまーす。そして、私もおかげさまで、言霊師範様にならせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ますそして、同時にね、達成されたのが、ゆかりんさん、です。これからね、昨日以降の発表の方、お名前発表させていただきますんで、皆様、拍手を持ってお迎えくださいませ。はい、それでは参ります。昨日は29番よりまでご紹介させていただきましたので、あ、今日もいらっしゃいますね。ちょっと待ってください。なんか、機械音がすごいんで、一旦皆様をミュートにさせていただきます。はい。はい、ごめんなさいね。はい。また、後ほどみんな、解除してくださいね。では、言霊、斉藤ひとり塾、言霊師範、達成者、30番より、沖縄、ピンクパッション、発行、美容上手、おめでとうございまーす。おめでとうございまーす。はい。同じく、ピンクパッション30番より、玉城春江城主、おめでとうございまーす。春ちゃん城主、おめでとうございまーす。はい。あ、いらっしゃいますね。同じく30番より、沖縄ピンクパッション、阿国明隊長、おめでとうございます。おめでとうございまーす。ありがとうございます。そして、33番より、兵庫県ロージーアフロディーテ、山崎優香隊長、ゆかり隊長、おめでとうございます。はい、そして同時にならせていただいたのが、私オフィスアダイウッチーです。ありがとうございます。はい、まーす、おめでとうございます。あ、はるちゃん上司、言霊師範、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、万歳行きたいと思います。せーの、バンザイ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 、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そして昨日もお知らせさせていただいたんですけども、こちら、オフィス内にこちらね、はい、ひとりさん直筆のだんだん良くなる未来枠、こちらがね、置かせていただくことになりました。こちらを、オフィスご来店の際には、だんだん良くなる未来枠10回ってお参りいきますよという新しい、お知らせが昨日させていただきましたので、皆様、ひとりさんファンクラブとオフィス花江に、新小岩にいらっしゃった際にはぜひ、ひとりさんファンクラブとオフィス花江にお立ち寄り、だんだん良くなる未来ばかりこちら10回、言ってぜひお参りしに遊びに来てください。お願いいたします。はい、ございます。はい、ありがとうございます。ということで、お待たせいたしました。それでは、だんだん良くなる未来は明るい、100回言った後、花板劇分合撃、行きたいと思いますので、皆様、準備はいいですか？お声は出せますか？出せない方も、出せる範囲で、あとは聞いていただくだけでも大丈夫。ご飯食べながらでも大丈夫。途中退出でも大丈夫。途中出戻りでも大丈夫。ごめんなさい。前置きが長くなりました。ということで、だんだん良くなる未来は明るい。100回、出陣！あー！せーの。
だんだんよくなる未来は明るい。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 未来は明るい。ということで、だんだん良くなる未来は明るい。100回達成おめでとうございます。おめでとうございます。からの花火大劇分号劇まいります。せーの、花火大劇分我々劇の劇大劇皆様のおかげさまで、ますますいい波動が入りました。おめでとうございます。万歳いきます。せーの、万歳。はい、ということでありがとうございました。本日も宇宙一幸せなお昼の時間、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、この後午後も引き続き上機嫌で絶好調。あこんなによくなる未来は明るい。いってらっしゃいませ。5秒前、4、3、ありがとうございます。ありがとうございました。